はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病が になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日の動画でですね、僕の体重と、血圧の変化のお話と、糖尿病、動脈硬化や高脂血症などの原因は食生活であるっていうのと、現代の医療は発展している上に、手軽に行えるダイエットが豊富というお話をしましたね。そして最後にですね、予告しました、動画の最後にね、予告しました、その、体重を減らして血圧を下げた僕がやってる、めっちゃ簡単な2つの方法っていうのをね、今回はね、お話ししていきます。その2つの方法というのはですね、1つ目がですね、味付けをしない。2つ目がですね、夜ご飯にお米を食べない。この2つです。この2つの、ね、食生活が、ね、安定してきたことによって体重が減って、血圧が下がってきました。まあ、さらっと簡単に言いましたけど、今となっては安定しますけど、それがね、この安定するまでっていうのはですね、いろんなことを試しました。まあ、最初はその炭水化物抜きダイエットで有名なというかね、まあ、そのただただ炭水化物を抜くだけじゃなくて、もうお米を食べないだけで、じゃがいもとかは食べてるんですよ、さつまいもとかね。でもね、そのお米を完全に食べないのはね、あまりにもね、苦痛やったので、こうなんていうんですか、大好きなものを食べれないという、まあ、お米大好きなんですよ僕ね、すごいね、そのね、ストレスを感じしまうためにですね、その作戦はね、やめました。そしてね、その、まあ、考えていろいろやってみて、まあ、例えばですね、その味付けを濃いものを、少しだけ食べて、お米をいっぱい食べてお腹を膨らませたりとか、で逆に、濃いものをたくさん食べてお米を少ししか食べないというパターンとかね。で、味付けは関係なく少量でカロリーの高いものを計算しながら食べたりとか、でも逆にですね、低カロリーのものを、たくさん食べて、お腹を膨らませるとか、まあね、そこまでのその状況ではですね、カロリー計算をしながら多く食べる日と、まあ、少なく食べる日がまあこう、ね、極端やったんですよ。なのでね、なんか知らんけどね、体重の変化っていうのはね、ありませんでした。まあね、その満腹になる日と物足りない日があるので、まあ、イライラしたりせえへんかったりの繰り返しでね、こうなんか自分でもね、ようわからんかったんですよ。なのでね、まあ、カロリー計算ダイエットはね、大事ですけど、やり方がね、下手くそやったのでそれもね、やめました。まあ、そして次はね、薄味作戦です。次に行ったのは薄味作戦です。そのタイミングよくその口内炎がね、激しくなってきたので、まあ濃いもの、味の濃いものが食べれなくなってきたので、その調味料といいますか、そのケチャップ、マヨネーズ、ソースね、あとお醤油などあるじゃないですか、そういうのがね、使えなくなってきました。まあ、なのでそれらを使わずに、まあ、使わなくなったところから薄味にしていくことが始まりました。まあ、始まりましたというか、薄味にせな食べられへんかったから薄味になっていったよっていう感じなんですけども、まあでもその急にね、味付けをしなくなるんじゃなくて、この徐々にこう、どっちでもいいんですけど、こう味付けを薄くしていた感じですね。まあね、その口の中が痛いからしゃあないなって思いながら、でもそのお腹は少し食べたいから、トッピングなしで食べていってたのがね、まあ、きっかけでしたね。まあ、奥さんが作ってくれた料理も、まあ、徐々に濃く感じてきて、濃く感じてきたおかずをね、最初はその水でさらすようになってて、まあ、今まで見てくれてる方だったら分かると思うんですけども、その料理作ってくれたおかずを水でね、シャーってこうかけながら、さらしてたんです。水にさらしてたんですよ。でもその締めにはですね、さらすだけじゃ物足りないので、その流水、
蛇口ひねって水道でガーってザルに入れて流水でねこうよく洗って洗うようにしてました。今ではねその味付けする前の食材をですね、まあ、おかずね鍋で炊いてるじゃないですか。それで味付けのその素みたいなね塩コショウでもあるじゃないですか。そういうのを入れる前に素材を茹でてる状態でね、僕の分だけ取ってもらって、その、まあ、焼いた炊いただけのおかずっていうのを、食べるようにしてます。でもね、めんどくさいから仕上がったおかずを水で洗って食べてますけど、その方が早いんでね、楽なんで。でもね、それでも食材にこの染み込み切ってるっていうんですか、こうギューってこうなんかね、味ってね本当に浸透していくんですよ、味付けっていうのはね。そういうのはね、中に入ってるもんは洗い切ることができずにですね食べてしまうので、まあ、そんな薄まった冷たくなった味付けでもたまにこう痛みをねすごい感じることはあります。まあ、表面はね冷たくて水がついてて表面の味が取れて薄くなってるんですけど、噛めば噛むほどその旨味じゃないな、味がね中の具材からじわって出てくるんですよ。それ最初はね美味しい美味しいって感じで食べてるんですけども、だんだんうわなんか痛なってきたってなって口内炎に染み渡るんですよね。あれは痛いです。そしてね、次はですね、まあ、再び復活したのお米を抜くなんですけども、お米をねまた抜いてみたんですよ。まあ、先ほども言いましたけども、その完全に食べないのはあまりにも苦痛でストレスを感じてしまうので、その朝と昼に好きなだけ食べて夜は食べないだけにしました。まあ、もちろんおかずはね朝昼晩水で全て洗ってます。まあ、自分で作るときはその茹でるだけというかね、火を通すだけです。本当にこのお鍋にですねお肉野菜魚を入れて、まあ、しばらく沸騰させたら OK っていう、その、まあ、火を通すっていうことのね自分ルールを作ってですね、その火を止めて、お皿に移して、まあ、冷ましてからね食べるようにして、お鍋に残ったお湯はですね冷めてからそのスープ代わりに飲んでます。まあ、お湯にちょっとね野菜とかその具材のエキスが、じわっと出ているので、うっすらですけどこうのそれをスープ代わりに飲むとその味をちょっと楽しめるなっていうちょっとのね、楽しみはあります。でそのまあね沸騰させた具材をこの水でまた洗ったら冷ましてすぐ食べるやんと思うんですけども、そうすると具材の栄養そのものがまたさらに逃げてしまうんちゃうかなって思うんですよ。で、まあ、そのスープをねお湯に残ったお鍋に残ったスープを飲むのはその具材から出た栄養を取りこぼさないようにするために飲んでるっていうのもあるんです。ね、まあ、そのようなね食生活がね安定してきたのがですね、ちょうど年が明けてから 1,2 週間だった頃だったかな、そのあたりから、体重と血圧の下がるスピードがねちょっとね速くなってきました。まあね、これらのことからね分かるようにですね、急に始めるんじゃなくて徐々に変化を加えていって自分に合ったやり方になってきたということです。結局のところね、そのダイエットを始めてからまあ半年がね経ってますね。その頃から数えると半年間で、まあ、体重はマイナス10キロ、まあ、昨日も言ったんですけど血圧はマイナス20か30やったかな、で、まあ、下もマイナス20くらいですかね。まあね、僕もその半年もかけずにもっと早く痩せたいと思ったんですけども、まあ、やり方に対してですね結果がついてこなかった時期を考えるとね、その頃の方法はね、まあ、僕には合ってなかったということになりますね。まあ、ちなみに今は62キロ台まで下がってくれてるんですけども、変動しなくなってきましたね、そろそろね。まあ、血圧は順調にね下がってきてるんですけども、でもね、まあ、ここまで来たらですよ、もっとね体重減らしたいなってちょっと思ってきてるんですけど、まあ減らすべきなのかどうなのかね、体のことを考えると悩みどころなんですよね。そのあんまりね体重を減らすってなっても、今度なんかパワー的なスタミナ的なね体力ですよね、そういうのがなくなってくるんちゃうかなって思うんですよ。もちろんね筋肉も今もちろん全然つけられへんし、筋トレしてもね筋肉痛になって痛くなるだけなんで、またね一生懸命筋肉
トレーニングをしたとしても、まだ筋肉痛になって2日3日できへんから、またちょっともうやめとこうかなって思うような日が続くと、まあ、思うんですけども、ね、まあ、ちょっとほんまに悩みどころなんですよ。体重が変動してへんくなってきたということはですね、まあそこまでせんでもええよとか、まあ、そのままでええんやでっていうのかどうかね、そういうふうに神様が言われてるかもしらんですけども、分からへんですけど、まあ、そのとりあえずね、この状態を次の通院までキープして、まあ、血液検査の結果次第でね、病院と相談します。皆さんもね、急に痩せるなんて考えずにですね、自分に合ったやり方をこう探しながら徐々に徐々にやっていく方が、まあ、体にももちろん心にもね、ええと思うんでね、いろいろ試してみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。